はい、皆さんこんにちは、本日もこちらツタヤの100円パックを5パック計500円分、開封していこうと思います。前回前々回、かなり渋い結果になってしまったので、今日こそ、何かね、楽しいいいカードが出ることを願って開封していきたいなと思います。じゃあ5パック開封します。はい、それじゃあ1パック目開けていきたいと思います。まあ、100円なのでね、基本的にはノーマルばっかりです。だけどその中に何かね、おっと思うような掘り出し物があればすごく嬉しい。そしてツタヤのオリパは、このパックですね、いつもね、ちゃんと裏表がしっかりしてますね。結構バラバラだって、裏表だったり上下めちゃくちゃだったりっていうのが多いんですけど、コピーオフとかということで、じゃあ見ていきましょう。はい、お、オーロットかっこいいっすね。さあさあさあ、どうでしょうか。はい、謎の化石。お、スピア、これはいいね。お、かっこいい闇カラス。シーレギュなんだ。へー、お、フェアリーチャーム、ドラゴン、なるほど、エレザード、カメル、マキュア。さあこんな感じで、お、エースバンド、お、一撃だ。へえ、100円パックから一撃のエースバンが出ました。ラッキー、これは久々に良かった。100円ならいいですよね、多分。ああ、そういえば最近ようやく連撃のパックがまた再び、見るようになりましたね。相変わらずシャイニースターを売ってるのは見たことがないです。お、ポケモンキャッチャー、謎の化石、リーリエ、お、マーマネ、トレーナーズが多い今回は、これは嬉しい。お、チョロ猫、お、スピア、メルタ、お、ニダンギル、これはミラーですね。はい、お、ドローンロトム、へえ、はい、こんな感じでした。お、エースガン入ってたのはとても良かったですね、嬉しい。そしてミラーがね、前回は1パックに1枚ぐらい入ってたかな、確か。意図的に入れられてるような感じがしましたね、前回。さあ行きましょう、次は、はい、2パック目、ヒンバス。かわいいな、流されたのかな、これ。そんな感じの絵ですね。お、海洋画、へぇ。お、セニガメ、水タイプが結構多いですね、先ほどから。あ、ファイアローかっこいい。この絵柄は、持ってないと思います。初めて見ましたね。へー、おー、なかなかいい性能してるんですね。でもまあ2進化ですからね。さあさあさあ、そしてエアが、はい、ジャラランガですね。インキュ、ゼルネアス、コース、もう一回ゼルネアス。あ、ヒバニーのミラーですね。お、マグカルゴで、あ、ヒードランのミラーかな、はい、はい、という感じでした。これが2パック目。うん、2パック目はまあ、なんともっていう感じですね。じゃあ3パック目いきましょう。このエースバーンがね、一番良かったっていうのじゃないことを祈りたいですね。はい、アマージョー、アルスワン、カプコケコ、ドサイドン、ダイリオード、よく見るレアですね。フージュラ、これはまあまあ使えそうな感じですよね、まだね。マタドラス、まあ、オーリキ、ああ、これ、前のツタヤパックかなんかでも出たかな。これはかっこいいですよね、このオーリキ。お、XY のノコッチ出ました。エネルギー。うん、これで3パック目おしまい。
3パック目も、さあ4パック目、やばい、見どころがエースバーンだけになってしまう。で、こう一個、はい、オルナアーラ、サニゴーン、サニゴーンはどうなんだろうね。トリカレオ、お、ポットデスの V、しかもジムプロもですね、お、持ってない、ポットデス V 持ってないですよ。やったー、これは嬉しい。そしてハウ、モンカザル、トルネロス、雪ハミ、これはいいですね。ゴルダック、あ、モシャンボル、このい、これ見たことないかも、こんな柔らかい絵、すごいな、かわいいな、面白い性能してますね。アイアン、ヤバッチャ、レイさん、お、黙々スモーク、エルダの応援、ファイヤー、ムキムキダンベル、おお、お、丸役でのミラーカードです。あ、これもだ、傷薬のミラーカード、おお、しかも V が入ってる一番後ろに、なかなかいいパックでした、これはね。まだ終わってないけど、はい、うんうん、お、カヒ、ホーホー、エビワラ、ピクシー、お、カガネール V 持ってない、で、カモネギ、おお、4パック目は個人的には良かったですね。はい、じゃあ最後5パック目いきます。ハピナス、ルギア、あ、これプロモじゃないですか、このルギア、プロモですよね。あれ、これってなんだっけ、カメVMAX、 不思議でバナ VMAX、 あとリザード VMAX かの、 あの3つがセットになったやつに入ってたやつでしたっけ、何かに入ってたプロモですよね。これはいいんじゃないでしょうか。100円ですかね、言っても1パック、これは良さそう。ジェネアラシガマゲロゲ、あ、これもミラーですね、マホイップのミラー、このエアムドかっこいい、かっこいい、持ってないです多分。これも持ってないかも、この絵、たくさん持ってないのがある。チラチーノ、シロナ、ロータくんか、お、ジガルデ、ギアンシー、アップリュー、あ、ドーブル、かわいい、ドーブルはもうこれ持ってますけど、大好きなポケモンの一匹です。お、今日の罠に観光客、はいはいはい、ということで、5パック終わりました。内容としては前回の5パック開封よりは全然いいかなって感じですね。まあ V がね2枚入っていました。これは、あ、待って、しかもこれあれか、一撃連撃のエースバンか、今気づいた、一撃連撃ですね、スタートダッシュキャンペーンの、これはラッキーじゃない、そうでもないのかな、100円パックから出るなら。あとはまあポットデス V のジムプロ、ハガネルはいいとして、ルギアかな、ルギアのプロも、まあね、どうなんだろう、得してるかどうかちょっと分かりませんけども、個人的にはね、かなりいい、内容だったかなと思ってます。全部で500円です。はい。まあね、これぐらいの、なんでしょうね。LINE でいつもね、当たればいいんですけど、本当に見どころがね、ない時もあるので、まあそういう時はね、勘弁していただけたらなと思います。はい。また見かけたら買ってみようかなと思いますので、よかったらね、またぜひ、見てみてください。はい。それではここまでご視聴どうもありがとうございました。さよなら。